週末映画情報シネマキン。週末映画情報シネマキング第116回目スタートいたします。案内役は映画でナビゲーター、そしてシネマクロスメディア C2 発行編集人の川本明がお届けします。今回は6月15日金曜日、そして6月16日土曜日、合わせて10作品ほど紹介していきます。まず最初に紹介するのは15日金曜日公開のワンダー君は太陽、感動作です。こちらから紹介します。最初に紹介するのはワンダー君は太陽。この作品は原作が新人作家 RJ パラショーの処女小説、いきなりニューヨークタイムズのベストセラーリスト第1位を獲得した話題作です。その反響は SNS を駆け巡り、すぐにハリウッドでも争奪戦となり、日本でも大ヒットとなったディズニーの実写版美女と野獣のプロデューサーが権利を手にし、ついに映画化が実現しました。遺伝子疾患トリチャーコリンズ症候群のオギー役を演じるのは、ルームで見る者の魂を震わせたジェイコブ・トレンブレイ。特殊メイクだけではなく、実際に同じ病の子供たちを訪ねて交流し、心身ともにオギーになりきって熱演しております。また母親役はエリン・ブロコビッチのジュリア・ロバーツ。息子のオギーに次々に降りかかる様々な問題に真正面から向き合い、決して諦めない母親を情感豊かに体現しています。父親役はミッドナイト・イン・パリのオーウェン・ウィルソン。どんな逆境でもジョークを忘れず、オギーを男同士の仲間としてリスペクトする父親を軽やかなユーモアを添えて講演しています。幾度もくじけそうになりながら、家族の愛を勇気に変えて立ち向かうオギーの姿に感動しきりです。ワンダー君は太陽、6月15日金曜より東宝シネマズ名古屋ベイシティ他で公開です。続いて紹介するのは空飛ぶタイヤ。この作品は池井戸潤の同名小説を TOKIO 永瀬智也主演で映画化。トレーラーのタイヤが走行中に外れるという事故をめぐり、トレーラーを所有する運送会社とトラックの製造元である大企業とが対決する社会派エンターテインメントです。空飛ぶタイヤ、6月15日金曜よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはメイズランナー最後の迷宮。この作品はジェイムズ・ダッシュナー原作の同名小説を映画化したメイズランナーシリーズの完結編となる第3作目です。本作のトーマス役でブレイクしたディラン・オブライエンをはじめ、カヤ・スコデラリオらおなじみのメンバーが集結しております。メイズランナー最後の迷宮、6月15日金曜よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは忍者バットマン。この作品はアメリカの人気ヒーローバットマンが日本の戦国時代にタイムスリップするという奇想天外な設定のジャパニメーションです。群雄割拠する戦国時代の日本で、最新テクノロジーから切り離されてしまったバットマンの戦い方に注目です。忍者バットマン、6月15日金曜よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは劇場版ドルメン X。 この作品は小学館火花に連載されていた高木優奈の人気漫画ドルメン X を志尊淳主演で実写化した深夜ドラマに追加シーンなどを盛り込み制作された劇場版となります。緑と水が豊富な地球を侵略するために、ある惑星から地球にやってきたイケメン宇宙人たちがトップアイドルになって地球を侵略しちゃえとアイドルを目指す奇想天外スポコン系アイドル青春コメディです。劇場版ドルメン X、 6月15日金曜より東宝シネマズ名古屋ベイシティ他で公開です。続いて紹介するのはリミットオブアサシン。この作品はジョン・ウィックの制作陣がイーサン・ホーク主演で描くノンストップアクション。組織に裏切られ最愛の家族を殺された上に自らも命を落とした凄腕の殺し屋が24時間限りの命を与えられて復讐するという衝撃作です。 R15 プラス作品です。リミットオブアサシン、6月16日土曜よりミッドランドスクエアシネマにて公開です。続いて紹介するのは VIP 修羅の獣たち。この作品は韓国のワールの巨匠新しき世界のパク・フンジョン監督が描く
ライムアクションです。泣く男以来3年ぶりの映画出演となるチャン・ドンゴンほか、キム・ミョンニン、パク・ヒスン、イ・ジョンソクら実力派キャストが集結しました。この作品も R15 プラス作品です。 VIP 修羅の獣たち、6月16日土曜よりミッドランドスクエアシネマにて公開です。続いて紹介するのは三船ザ・ラストサムライ。この作品は世界の映画人に愛された名優三船敏郎のドキュメンタリー映画です。黒澤明監督の羅生門、7人の侍、蜘蛛の巣城、用心棒赤ひげ、そして稲垣浩司監督の宮本武蔵など前世紀の三船敏郎が出演した重要な作品に焦点を当て、記録映像や家族、俳優仲間、スタッフ、監督、映画評論家などのインタビューをもとに侍映画の進化を加速させた三船の役割、そして彼の人生を映し出します。三船ザ・ラストサムライ、6月16日土曜より伏見ミリオン座ほかで公開です。続いて紹介するのはアローン。この作品はジェイ・エドガーでレオナルド・デカプリオと、そしてロン・レンジャーでジョニー・デップと共演し、君の名前で僕を呼んでで確かな演技力を証明したアーミー・ハマー、その類まれな美しいルックスを持つ実力派俳優が単独主演&制作総指揮として挑んだワンシチュエーションスリラーです。果てしなく広大な砂漠の地で想像を絶する悪夢に囚われた米軍兵士の運命をアーミー・ハマーが全編出ずっぱりの入魂演技で体現しています。アローン、6月16日土曜よりセンチュリーシネマにて公開です。続いて紹介するのはダークサイド。この作品はニコラス・ケイジが主演したサイコサスペンススリラーです。舞台は名作サイコを思わせる片田舎のモーテル。前編を覆うのは氷の微笑、エルのような不穏で大敗的な雰囲気。登場人物全員が怪しく、観客の不安な心理をかきたてていくスリラー好きにはたまらない危険で刺激的な作品です。ダークサイド、6月16日土曜よりイオンシネマ名古屋茶屋にて公開です。続いて紹介するのはゆずり派。この作品はモノマネタレントのコロッケが本名の滝川博史名義で葬儀社のベテラン社員を演じた初主演作です。笑いやモノマネを封印し、実在の葬儀社を舞台に切なくも温かい涙あふれるヒューマンドラマが誕生しました。ゆずり派、6月16日土曜よりメイン小劇場にて公開です。続いて紹介するのは恐竜の歌。この作品は兵庫県丹波市の小さな山里を舞台に、恐竜の化石発掘によって巻き起こった町おこしに奮闘する人々の姿を描いたヒューマンドラマです。恐竜の歌、6月16日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのはリディバイダー。この作品は美女と野獣やテレビシリーズレギオンで注目されるダン・スティーブンスが主演し、エネルギー枯渇問題に直面する近未来を舞台に描かれてきます。現実世界である地球を客観視点、複製世界となるエコワールドをウィルの一人称視点 FPS 目線で描き分けることで似て非なる2つの世界を表現した SF クライシスムービーです。リディバイダー、6月16日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのはリンガー。この作品は南インドのスーパースターナジニ・カーンと主演作、リンガーの完全オリジナル178分フルバージョン版です。リンガー、6月16日土曜よりシネマスコーレにて公開です。はい、いかがでしたでしょうか。今回もいろいろなジャンル紹介してきました。感動作からアクション、そして人情劇、いろいろありますが、皆さん映画館で好みの映画を映画でしてみてください。それではさようなら。質問よろしくお願いします。